西山秀彦は、日本の元通産官僚、計算官僚。学位は、LLM。資源エネルギー庁電力、ガス事業部長、経済産業省大臣官房審議官、環境省福島除染推進チーム次長などを、歴任し、退官後は、矢崎創業株式会社企画室主査、同社監査部主査を経て、矢崎ブラジル有限会社副社長。 1956年12月29日生まれ、神奈川県出身。1975年に東京教育大学附属高等学校を卒業後、1980年に東京大学法学部を卒業し、同年4月に通商産業賞入賞。同期入賞に立、岡津義、石黒則彦、小賀茂明など。趣味は、クラリネット演奏。2012年、 除染等に関する日米ワークショップにて環境省の職員らと2011年3月発生した東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故の原子力安全保安院員記者会見にスポークスマンとして6月末までほぼ連日のように記者会見を行いその姿が全国に放映された事故直後3月12日午後には担当者の原子力安全 保安院の中村光一郎審議官が記者会見を行っていたが、炉心の中の燃料が溶けていると見て良いとの発言内容を官邸側が問題視した。翌13日午前5時の会見では、年久式審議官が担当したが、震災発生から一睡もしないまま臨んだ最初の会見でやりたかないんですけれども、 幹部からの指示で私が会見させていただきますなどと発言したことが問題視され即座に交代させられた。そこで西山が経済産業省の審議官級では数少ない保安院経験者であること経済産業省の報道室長を歴任したことなどから広報担当として同日午後から会見した。当初は記者の質問に即答できずはにかみながら 資料をめくりくりをする姿が印象的であったが次第に離れして広報担当者として円滑にこなした。震災事故直前までは経済産業省大臣官房審議官を務めており基本的には通称畑のキャリアを歩んできたが主元エネルギー庁電力ガス事業部長や原子力安全保安院企画調整課長を歴任しており原発など エネルギー問題とも無縁ではなかった。2011年6月23日発売の週刊新潮において、経産省職員との不倫問題が大きく報じられ、この件について、同日の記者会見で自分から深く反省していると謝罪した。また、海江田万里経産省からも厳重注意を受けた。その後、6月29日に原発事故の広報担当を更迭された。 7月15日には大臣官房審議官も外れ官房付となった。同年9月30日には原発事故発生後の3月から6月の間勤務時間中に自室だった審議官室にて複数回にわたり30代の女性職員とのキスや身体的接触を行うなどの不適切な行為があったとして停職1ヶ月の懲戒処分を受けた。 定職処分の明けた11月18日には、環境省水、大気環境局との平任となり、同省の福島除染推進チーム次長に就いた。しかし、参議院東日本大震災、復興特別委員会にて、吉田忠友が、先の女性問題に触れ、こんな人物が除染を担当して、福島の皆さんが信頼すると思いますか不適切ではないかと質問し、福島には行かず、 東京で勤務することが判明した。2013年6月28日付で、経済産業省を辞職した。2013年9月21日付で、矢崎創業株式会社企画室主査に就任。同社監査部主査を経て、2015年6月21日付で、矢崎ブラジル有限会社副社長に就任。2011年11月15日、 東京電力福島原子力発電所における事故、調査、検証委員会から聴取を受け、2014年11月12日、その記録が公開された。2012年、除染等に関する日米ワークショップにて、日本の環境省やアメリカ合衆国のエネルギー省の職員らと艦隊併用戦略的経済連携協定2011年1月28日、 財団法人貿易研修センター主催の講演会で関太併用戦略的経済連携協定加盟を主張 TPP は決して農業を犠牲にして製造業サービス業の繁栄を図るものではない農業についてはこれまでと異なる発想で対策を考えていただくとの考えを述べた福島第一原子力発電所事故二千十一年三月十二日の記者会見において 原子力安全、保安院の検査官が、福島第一原子力発電所事故発生後に、約1週間、同原発を離れ、福島県庁内の現地対策本部に移っていた、理由について、安全性に問題があり、人間が暮らすには、不便が多かった、食料をどう運ぶかという問題もある。組織的な広報支援体制が取れなかった、巨大なプラントなので、国が地一見るのは、 不可能。現場にいなくても規制はできると、と述べた。東京電力が4月20日34号機の近くで、広報車線量の瓦礫を発見しすぐに、保安院に報告したものの、公表が4月23日になったことについて、今後は、分かったことはすぐに公表したいと述べた。また、核燃料が摂氏千度以上の高温になったことを示す。テルル132が、 事故翌日の3月12日に検出されていたことを、保安院が6月3日になって公表したことに関し、当初の混乱で未公表になった、核水とはなかったが、国民に示すという発想がなかった。反省したいと釈明した。日本の原子力行政2011年3月23日の、ウォール・ストリート・ジャーナル日本版のインタビューにおいて、津波の想定が甘かった。 今本当に原発を一度全部止めてくれという話になったら止めるのはいいが電気は来ないということになる保安院と東京電力が癒着していたから今回の事態が起きてしまったということでは全くないとと述べた4月9日の記者会見において福島第一原発事故について多重防護、五重の壁など絶対大丈夫と言ってきたことについて信じてやってきたが こういう事態になったと反省。さらに、絶対安全の意味が変わってきた。今回の津波なども想定した上で、絶対安全を目指さないといけない時代が来たと思うと、話した。日本人論的、差別的、発言2013年1月7日のニューヨークタイムズの記事において、ある放射能除染の方法が海外で有用であっても、日本の土が違ったりしますし、そして、 福島でブラブラ歩いている外国人は、あそこのおじいさんとおばあさんを怖がらせるかもしれません。even if a, r a a d i ラジエーションクリーンアップメ works overseas, the s o in l i Japan is different, for example, and if we have foreigners, r o a ローミングアラウンド福島 they might scare the old g r a n d m a s and grandas there to 述べたと書かれた。ありがとうございます。